オバマ大統領対ロムニー氏、中間所得層の支持獲得をめぐって激しさを増す両陣営の攻防を取材しました。中間層の支持獲得を目指すオバマ大統領、格差の是正を目指して富裕層への増税を経済政策の柱に掲げています。100万ドル、日本円で8000万円を超える高額所得者の最低税率を 30% 以上に引き上げるバフェット法案を議会に提出したのです。If you make $1 million a year or more, you shouldn't pay a lower tax rate than your secretary. We grow best when our middle class is strong. We grow best when everybody has opportunity. しかしこの法案は政府機能を肥大化させるだけだとする共和党の反対で否決に持ち込まれました。By wasting so much time on this political gimmick,It's shown the president is actually more interested in misleading people than he is in leading. The taxes he would raise from his Buffett rule would pay for 11 hours, would pay for 11 hours of the government, all right? This is not exactly a grand idea. これに対しオバマ大統領は、共和党は中間層の敵だと痛烈に批判、対決姿勢を強めています。I don't want this a country.They voted to let millionaires and billionaires keep paying lower taxes than middle-class workers. And that tax cut would be paid for by cutting things like education and job training programs that give students and workers opportunities to get what they need to succeed. 一方、候補がロムニー氏に絞られた共和党、オバマ大統領に対する選挙戦を本格化させています。ロムニ氏を支える資金団体アメリカンクロスロードです。すでに5000万ドル、日本円で40億円の資金を集め、さらに200億円を集めたいとしています。この団体は数億円を投じてテレビ広告を流し、オバマ大統領の経済政策を激しく批判しています。On middle-class families, middle-class Americans. What's the state of the middle class under Obama's leadership? 2.6 million went into poverty, 46 million in all. It's time to change direction. We think that America is becoming weaker under his leadership, and we believe that we need to change. And 2012 is shaping up not only to be one of the most important elections.Of the last 50 years, but it certainly is appearing that it's going to be one of the most competitive. 中間層の支持を得るためにロムニー氏が掲げる政策は中小企業への減税です。企業活動が活発になれば雇用が生み出されると主張。弱者対策を重視するオバマ政権では景気は回復しないとしています。The greatest threat to America's, I want to reduce it to 28% so that businesses have more capacity to invest and grow. Tell me what democracy looks like. It seems like democracy looks like. Tell me what democracy looks like. こうした中、先週ニューヨークで広がり続ける格差に抗議する若者らによるデモが行われました。背景には一向に成果を上げない今の政治への憤りがあります。大学3年生のマーク・シルバーさんも政治に不満を持つ一人です。民主・共和両党の間で主張が割れ、アメリカ社会までもが真っ二つに分断されている現状に不安を感じ始めています。 I believe that there hasn't been this type of discourse since the build up to the Civil War. Ultimately, I believe that there's going to be very negative implications on the American people.
unless there's some type of remedy. それでもシルバーさんは中間層出身のオバマ大統領の主張に共感を覚え支持を決めました。大富豪のロムニー氏の政策は学生など弱者を切り捨てようとしていると感じたからです。友人たちからもロムニー氏を批判する声が相次ぎました。He does not identify with the middle class or poor. Neither does he show concern for either. Yeah, the also thing with Mitt Romney that I don't like about him is his economic policy. I mean, he's literally out there for the wealthiest Americans and doesn't give a crap about middle class folks. Like シルバーさんはオバマ陣営の組織作りにも参加しています。社会の対立を懸念する一方で、オバマ大統領が敗れれば格差はさらに広がるのではないかと危機感を強めています。What does Mitt Romney stand for? I mean, he's been flip-flopping on everything. I think that he's also been making strides in recovering our economy. では、アメリカ大統領選挙の取材に当たっているワシントン支局の花澤記者に聞きます。花澤さん、アメリカの大統領選挙というのは時の経済情勢に左右される部分が大きいわけですけれども、今の経済状況を考えますと、現職の大統領が苦戦してデロムニー氏がもっと支持を伸ばしてもいいように思えるんですけども、そうなっていないというのはこれどうしてなんでしょうか。はい、アメリカ国民の3分の2がアメリカは間違った方向に進んでいると感じています。それでもロムニー氏が伸び悩むのにはいくつかの理由があります。一つはロムニー氏は庶民感覚に乏しいのではないかと見られている点です。去年の年収は17億円、投資によって得た不労所得がほとんどで、税率は一般的なアメリカ人よりも低い 15% にとどまったことが印象を悪くしています。二つ目はオバマ大統領が打ち出した富裕層への増税法案が国民の6割に支持されていたことです。この法案を否決した共和党には厳しい目が向けられています。3つ目はロムニー氏が共和党の支持基盤である保守層を固めきれていないという点です。長く激しい戦いとなった党の候補者選びの弊害とも言えます。花澤さん、では鍵を握る中間所得層の支持獲得のためにですね、両候補は具体的にどんな戦略を打ち出しているんでしょうか。はい、オバマ大統領は富裕層への増税に加えて公共教育の充実、さらに多くの学生が利用している学資ローンの金利を低く抑えることを約束しています。一方のロムニー氏は減税による経済の活性化を訴えるとともに、オバマ政権の3年間で庶民の暮らしは苦しくなっているとオバマ批判を繰り返しています。アメリカでは失業者に含まれないいわゆるワーキングプアの割合も高く、社会の不満は渦巻いてますから、景気が改善しなければロムニー氏の主張がより説得力を持つようになる可能性があります。これから半年間にわたって熾烈な選挙戦が繰り広げられることになるわけですけれども、どうでしょうか、勝敗の行方を占う上での注目点、花澤さんはどこにあるというふうに見てますか。はい、まず注目してますのは経済政策をめぐる社会の大きな分断の行方です。それはアメリカがどんな国であるべきか、これまでのアメリカがそうであり、また共和党が軸足を置く重競争と自己責任なのか、オバマ大統領が掲げる弱者に手厚い社会なのか、アメリカ国民は大きな選択を迫られているということでもあります。またこのまま接戦が続くとすれば、勝敗の鍵を握るのはその時々で勝敗が変わる接戦州の行方です。特に前回はオバマ大統領が取ったフロリダ、オハイオ、ペンシルベニア、ノースカロライナが注目です。ロムニー陣営はすでにこうした州で集中的にテレビ広告を流し始めてまして、オバマ大統領もこれに演説で対抗するなど、両者重点的に選挙運動を行っていく構えです。接戦州で勝利するためにもロムニー氏が誰を副大統領候補にするかは重要です。最近頻繁に名前が挙がっているのがフロリダ州選出のルビオ上院議員です。
ロムニー氏の弱点である党内の保守派から人気を集め、さらにヒスパニック系であるため増え続けるヒスパニック系有権者の支持を得やすいと見られているからです。実際に副大統領候補になるかは分かりませんが、ルビオ氏の人気を利用しロムニー氏の弱点を補いたいという共和党の思惑がうかがえます。接戦州で中間層の支持を獲得するため、今後さらに激しい戦いが繰り広げられることになります。はい、ワシントン支局の花澤記者でした。ここまでアメリカ大統領選挙の最新情勢について特集でお伝えしました。